母親のプライドなんですけど、今日は。母親はやっぱでもなんか女の人というかどこが地雷かわからない場合ってなんか,なんか、はい。ああなんで急にわじる場合。そ,そうなんですよ。はいはい、でどこであれなんで怒ってんのかなみたいなのもよくあるとは思うんですけど。ありますねはいあのスーパーでなんです,す、ね。もうわかってい大,大丈夫全然それはもうわかってるんで大丈夫で、ね、の,念のためねスーっていった時代ですもんね、はい。これはそうでしょうっていう。<laughs> えっと。 まあなんか相変わらずも今夏休みか分からないですけどスーパーにもやっぱ子供もたくさんいるんですよね。子供がねもうお母さんとかお父さんとかと買い物してキャッキャキャッキャしてるんですけどもでその時もなんか2人組の二人組というかまあまあ兄弟ですかね男の子お兄ちゃんと妹かなまあ4歳ぐらいなんですけどキャッキャキャッキャしてるんですけどちょっとお母さんと買い物しててでパン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 みたいな感じで。 お母さんのお尻をこうパンパン叩いてキャッ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 して歩きながらそうなんですお兄ちゃんがパン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 ってやるからうん、うん、妹もちょっとまあ痛くはないですけどもちょっとパン,パンパンパンみたいな感じでパン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 やってるんですけどこれはもう絶対怒られるんだろうなと思って、うん、でもお母さんはまあ買い物、まあ、夢中というか集中してるわけですよねはい、はい、全然もう,もう無視してるんですよ 何ともない。いにも解さず。そうなんですよ。お兄ちゃんの方が結構強めに叩いてて、もうパンパンになるぐらいで、キャッキャキャッキャしてるし、やってるんですけど、まあまあずっとやってるんですけど、もうお母さんほとんど無視状態なんですけど、一応たまには、もう何やってんの、やらんよぐらいの、もうそんな別に。あもういつものことなんでしょうね。そうですね。そんな感じでもパンパンでまたキャッキャキャッキャしながら遠いところ行ったりしなでまたキャッキャキャッキャ戻ってきて。 で今度なんかパンパンまたパンパンお母さんのお尻やって、うん、でたまにあのお兄ちゃんが「こんなだよこんなだよ」とか言いながら今度頭をこうお母さんのお尻にこうガンなんかバチャーンって言ったらヘッドバッターヘッドバッタ <laughs> ーでグリグリとかしながら、うん、もう妹もなんですけど妹はもうちょっと,ちょっと身長ちっちゃいんですけど。 ちょっとジャンプしないと、お母さんのお尻に当たる。あ、なるほど。はい、身長的に、ね。もう、がんってやってるけど、もうお母さんのこの足の間に、首がスポって入ってしまうくらいの、なんか。変な形になってる。る違うよ。こんな、とか、なんか、ぐ、バン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 叩いてるの。そ,のそうなんですよ。うん、で、お母さんも無視しながら。ま、たキャッキャッキャッキャー、<ー>もう楽しい、感想。あれですね。落ち着いてます、ね。そうなんですよ。また、どっか行ったりしながら。する、はい、そなんか、また、今度、このお兄ちゃんが、なんか。なんビニール袋に。 入った感じのなんかこんにゃくなのかなんかだし系なんかもちょっとよくは見えなかったんですけどうん、うん、お母さんとか言って、うん、これはこれはとか言ってるんですよこれも家庭なのかなそうなんでこれなんと食べたいのっていうもうじゃんじゃ食べたくないなんで取ってきた またキャッキャッキャッキしながら返しに来たっくと、うん、マジで何,何しに来てるからもう耳が分からなくてああで妹と一緒に走り回ってで僕もちょっとお母さん超えてちょっと他の商品みんながらったさっきの子供がいてああしたらなんかさっきのなんかこんにゃくん,んか持ってたって言ったじゃないですかはい、はい、なんかまた別のビニールのところなんか触ったりしてて、はい、商品というかはい、はい、かいとかっていとか ちょっとたたくみたいなぐらい,勢い。ちょっとそうそうたた、はいて。お母さんが硬いっつって。ああ。うん、もしかしたらお母さんのおしより柔らかいものを何か探してた。<laughs> <laughs> さっきまで叩いてたからね。そうです。<ー>多分お母さんこれをって言ったのも多分もしかしたらお母さんの柔らかいこれをちょっと買いたいみたななんかわかんないですけど <laughs> <laughs> 意味がないですけど。だから取ってきたんだ。もしかしたらお母さんのケツと。 どっちが柔らかいかかたいかって企画対象としてそうなんですよお母さんちょっとジーンズ系入ってたし俺はちょっとフォローしたかったんですけどいや多分あれで硬いんじゃないかな柔らかいお母さんはあっの段生地の状態がねでもなんかそんなやフォローする前遊びながらキャッキャキャッキャしながらまあまあ元気だなとか思いながらでちょうど俺もレジに行ったんですけどちょうどさっきの親子そのお母さんとかの終わったところで でなんかお母さん袋詰めしててはい、はい、で俺はちょっとピー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 やってる時に子供たちもあんなところでももう我慢できないですねうろちょろするというか、うん、落ち着きがないわけです、ね、そお母さんが袋詰めするまではい、はい、したらもう一人なんかあのセルフの,、うん、あのお金入れるところではい、はい、セルフレジでおばあが入れてたんですよおばあがちょうど、はい、あのお会計しようかなはい、はい、したら男の子が見つけたみたいな感じになって。はいほう オバのおの尻をパパンパン <laughs> <laughs> これはちょっとあれですよお母さんはまだしもね知らん人のお姉ラス。はね、うん、そうですまあそんなに強い感じはやらなかったんですけど、うん、でも 全く知らん人の後ろからいきなりお尻パンパンしちゃって<あ> <laughs> おばあちゃんもちょっとびっくりして「あい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 」と <laughs> か言い<あ>ながら、ね「何ね何ね何かお尻についてるのかね」ああとか言いながら「おばあちゃんも別にそんな嫌ではない嫌ではないっていうかああ別にそ大したことではない」ってなんですよ。ああはい <laughs> でポンとするから妹もちょっと様子見ながら叩こうとぐらいまで行った時にやってもいいのかなっつってねお母さんを袋詰めしなが見つけたわけですよ「うん、あい」つって「何やってる?」っつって、うん、もう手引っ張ってから「うん、バカじゃないかお前お尻に人の叩いて」っつって「謝、うん,でな,んかあやめなさい」とか言って。うん ごめんなさい,しなさいって「いやまあいいよ大丈夫よねよ元気だねで子供も男の子もなんか照れながらじゃないですけどんか変な「ごめんなさい」みたいな, <laughs> たいな <laughs> そうそうそう <laughs> でもまあお母さんはお母さんでまだ別に俺から見たらそんなにまた激怒してる感じでも別になかったんですはいはいあまあでもなんかこうやってちゃんとやってんだなとか思いながら <うん S 2> で僕も終わってちょうどそのお店に その親子が前にいて、はい、一緒に出る感じだったんですよ、うん、出たぐらいの時に、うん、子供が、うん、やっぱり言ったんですよお母さんが硬いってなんかそのセリフっぽいこと言いよったんですよお母さんのお尻が硬いって言ったのかな、うん、そしたらお母さんが「うん、何が硬いよ!」っつって急にここでぶつ切り始めて。<laughs> <laughs> あのおばあちゃんと比べた感じの言い方したのか分かんないですけど「<laughs> 何やかたやんお前」って <laughs> こあプライドきた!」と思って「ここなここな,ここなのか硬さでブチ切れてしまってる」と思ってち切れるント。困るの分かんないですけど<ー>今までお店の中いたのに一番声出してから怒って <laughs> お母さんが「<laughs> お前こむ」っもう絶対言われてこないお菓子お前にかわんからなみたいな。<laughs> 歩きだか大人ながら早く来ないとか言ってああもう死にそうだったらも,うも変わってるしやそうなんですよそ <laughs> したらもうガン泣きして子供が男<笑><笑>なもう急に怒られたか多分ビクッてしたか分かんないですけどああもう急にお母さんがもう硬さで怒り始めて <laughs> まさかころからは熊で切れると思ってないからな <laughs> 多分で、ね、<laughs> でも余計なこと言ってしまったんですほんにここであ そかお母さんはやっぱお母さんなりにやっぱ推しこのお母さんなんかプライドやっぱ私は柔らかいんだっていう何かあったんかなと思ってケツ硬い言われて安心できるかっていうもしかしたらお店の全部をここで吐き出した可能性もちょっと我慢しとってとか無視はしてたから外で一発やってやろうっ抑えてたのが爆発したのかなのか硬さなのか どっちですかなんかおなんかお尻 <laughs> 聞こえます？<laughs> <laughs> おしお尻って気になります？女の人ってなそんなにか違う違う他のさ、はい、他のなんか人に言われたとかさあなあわかるけど、はい、あ,あまあまあまあ確かにそうですね本当知らない誰の誰のお尻が硬いよってなるけど別に、はい 自分別にそうでまあいつもねやられてると思うんでパンパンぐらいは<ー>頭でもねガンガンさらってるし <laughs> 慣れてるとは思うんですけど何か分かんないですボール的には ここで切れたようなタイミングに聞こえたんですよ何が硬いよ、うん、これがスイッチだったわけねスイッチだった<の>そうなうの,あの。だった可能性があるというこれは子供油断 <laughs> するだろうな今まで叩いてもいるし別に他の人のケツ叩いても何も言わなかったくせにそう,そうなんですよね誰についてはよ知,知らねえんだよお前,この前 <laughs> おかしくはんかすげえお前血硬いつて言ってマンゴレスされんだよつって ごめんなさいお母さん絶対はないよわけだから NG ワードだなちび硬いってね NG ワードなんかそんな感じだったんですよ本当に、えー、NGNG ワードだないやでももしかしたらまた女の人同士のプライドなのかおばあよりは柔らかいだろみたいな感じいやあのおばあに負けてるってのは知らないんだよ <laughs> おばは忘れてこいやほら並べれはいチび並べれやあってみやどっちが決まるやおばと結論ね弾力的なもんは勝たんといけないじゃないですか一応ね柔らかいのはもうおばにあげたやみたいなんかこれ別にやらかい方がいいば柔らかい方が勝ちやんば分かんないっすね女の人はどうなんですかねおっぱいい硬言われたら ちょっとあれかなって思うけど分からんよ俺もそれははははいいい。ケツ固いってそんなにショックなのかな今そういえば思い出したんですけどなんか筋トレ流行ってるじゃないですか女の人なんかお尻なんかヒップアップさるつってあんなのも結構流行ってる感じあんなの筋肉とかカチカチですよ多分ですよね筋肉ある人はカチカチですよ弾力系を目指してるんですかねじゃあ女の人は柔らかさよりもなんか まあ、ヒップアップなんでね、筋肉ないと上がらないと思うんで。まあ、まあ、ね、やっぱりど、ど、どこ、まあ、部位は置いといて、なんか、お前、こっち、硬いな言われたら、嫌なんですか、やっぱり。柔らかい方がいい。まあ、しんなんすか、まあ、微妙ですね、あ<ー>じゃあ、か。おばあちゃんと比べたのが悪かったんですかね。ね多分そうかもしれんな。ですよ、ね、だあれは、多分、まだ知らないじゃないですか、さっき言った、あの、食品。 さて硬いお母さんが硬いって言ってたからもし食料品とおばあだったらどっちが持ち切れるかっていうこのわらばあからしたらよおのチビもよなんだ取ってきたこんにゃくか知らんけどなきゃニルビー同じやんばい同じレベルでだから一番柔らかいのが例えば豆腐二番目はこのこんにゃくがビニール入ってるやつ やって次やって「おばあお母だけを <laughs> このランキングでやりしながらいいんだよっっ最悪だ誰かこんにゃくよりよみたいな感じで <laughs> 面白いな「ものさわ」ってお母さんのよりかいっていうの面白いねさっと言ってた俺にはそう聞こえたんですよ「これはか硬いお母さんより硬い」みたいな。 感じだったんでどれと同じぐらいか聞きたいよねバッターがお母のチームさあねんからお母のチーさ逮捕だからさあねお母さんのお尻どれぐらいの固さねって聞きたい取ってきてこの中になるのそうね言葉ではちょっと子供だから表現しづらいと思うんで同じ方の取ってきてしなきこの鮮魚コーナーのやるシリマギー坂のお母さんのお尻これぐらい 誰がたまんよやみたいな。<laughs> いやゴツゴツ操作には <laughs> ガサ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 のあの加工されてないやつの <laughs> 鱗がある。ある一匹持って来て。汚いだろうこっちのほうがみたいな。<laughs> あれのチビがガサガサあやろ <laughs>。また綺麗っていう。<laughs> これは肌はもう肌はもっと俺ヤバいと思うんでね。肌の肌をなんか。 ちちゃゃ入れるのは絶対に硬さよりも柔らかうこのうちこんななってきたら何もかもあれどお母さんの顔と同じぐらいいろんなの持ってきてからお母さんの顔小さいとか最悪だなもうぶち切れでメロンパンとか持っててこれお母さんの顔小さいいや知らないんだよ最悪ですねこれピアノパン持ってきてこれお母さんの顔と同じぐらい 誰の顔が最悪の出来ねこれはじゃあ俺も本当に比べちゃうんでしょうねか子供の発想面白いな女んぐらいの硬さっていうなそうなんですよかいろいろ探してるんですよねその場の遊びというか敏感なんですよねこのんていうのかタッチするこのああまあまあそう触手というかこれがね確かにいろいろ探してるんでしょうねなんかう はいじゃあやりましょうか。<laughs> はい、えー、ヒップー、ケイジャージのダールバー、ー,バーつまみをください。このコーナーはリスナーが日頃気になっていることや世の中に物申したいことを、ヒップーとケイジャージの二人に聞いてみたいことをつまみにおしゃべりしますということで、はいそれでは早速回していきましょう。表現。はい、えー、ヒップーさんケイジャーさんこんばんは褒めハブです。はい、はい、こんにちは。 世間では聞いてて我慢できない喋り方で溢れていると思いませんか。支払いに千円からいただきますとか、千円になりますとか、何々の方などなどなどあります1000。千円千円の方をいただきますあ。ああいういます。ああいう千円からいただきますかな。このあたりはなんとか慣れましたし、なんとか我慢できるようになりました。 でもどうしても聞いていて今一番耳障りな言い回しはほにゃららと思っていてという表現です。続くのか完結するのかはっきりしない表現にモヤモヤしています。言葉のプロでもあるアナウンサーアナウンサーどもも使っていますが、怖い怖いこの表現って正しい日本語なんでしょうか。ハブだな。うん。なるほど。うんさ。 1,000円からいただきますとかっていうのはもう慣れましたねどこ行っても言うんで誰が最初に言ったのかな1,000円からいただきますじゃあ次も取るば <laughs> まず1,000円からいただきます次5,000円いただきます1万円いただきますみたいな1,000円からでよろしいでしょうかって言うから「出すかじゃあ」みたいな感じになりますいや確かに,確かに,確かにそうですね1,000円お預かりしますがそれでいいかなと思うんですけどね 僕ちょっとジャンルは違うんですけど、うん、あの最近なんかこう短縮した横文字が多くて「オワコン」とかって聞いたことあ終わっる。終わっているコンテンツ終わっているコンテンツ終わコンテンツじゃないあもうこれはもう終わりましたよみたいな、はい、はういう遅れてる,い遅れてるああまああんまりいけてないというか、うん、なるほどあそういうこういうのがん,んか多くてちょっと自分置いてけぼりになるんで。 おわこはでも、もうちょい前なんか、ネットとか、S. N. S. から飛び出てきた言葉って多くないですか。あら,あらあらあら。僕、これが遅れてるんそれ。うん、全く。あのー。ワンちゃんって言うじゃないですかあ、ワンちゃん、はいはいはい。ワンちゃん。あれ、も別にそんなに省略してるんじゃないですけど、なんか、このひ。ああ響きが。チャラい、ね。あ,あ、そっか。そうですね。なんか嫌なんですよね。チャラいジャンルから来た感じは、確かにそうですねああ。あと。はい トリマ。トリマはなんすか？トリマなんすか？そう、とりあえずなん,なんとか説明だ、まあ、な,なんとか変とかだからなんとかやし。まあまあトリマ。あ、とりあえずまあ。そういうとりあえずまあそのあトリマこんだけ言うのが何やんか。とりあえずまあ <laughs> トリマほぼ変わらんやし <laughs> っていうのは思うんですね。 とっピコあるんそういうことか。とりまって、そういうことか。また一番かかったね。草。草、はいはいはい。何でしたっけ、笑うとか、そんな。え、またかっこ笑いとか、かくさ。はいはいはい。なんとかしていて、草。草。なんでかわかるか、あれ。全くわからない。聞いてか、らんかこの理由と思って。でも、草って漢字で、草って書いてます。草って書いてますよ。結局、まあ、以上、か笑いと、一応一緒なんですよ。笑みは。 ほぼ笑いです。なんでこさなったか、わかるか。全くわからなです。あの。なんかメールとか、あんの打つときに、なんとか変とか、格好笑いの代わりに。笑うっつって、この w.。w.。小文字かね、小文字、w. w. って書いてあります。あれがこさに見えるからに。しょうもない。あ、なんか雑草。きさきさんがこさに見えるか、こさに。なるほど、そういうことなんですね。変換だよ。 誰かか <laughs> なるほどね、そういう草なんだ。全くもう多すぎてネットのはもう調べようとも思わないですね。もう文脈見て、あこれ多分面白いって意味なのかなとかもうそういう考えでしかこないですね。ラインとかで、はい、えっと明日8時集合です。はい、りょありょうわかります。り<ょ>これはわかります。もっと短いり、そうなんですか。うん 量で止まってますよ俺。量なんかあれでしょ。業界の量じゃないですか。あ, <っ S 1> あとちょっとやし。あと一 <laughs> あと二二個やし業界遊びに行くよって言ってもう今日歩いて行こうぜって歩いて行ってあとあと十メーターでタクシー乗ってるみたいなもんだほらや。<laughs> もうちょっとですもんね。なんでこれだけなんでか。これくらいはやろうぜみたいな感じありますね何のカロリーを節約そうかや。<laughs> 確かにあるな<も> <laughs> D とかはわからないですね D もあるんですねもっと短くしてる <laughs> すごいっすねいろいろあります、ね、もういいよお前の話しかけないって思う味何気だった <laughs> いっぱいあるわ、はい、言葉続きまして <laughs> <ー>変なはい。イブさんケイジャさんこんばんはピアノアイスですはいやなはい 職場の仲良しさんに孫ちゃんが生まれたからお祝いに商品券をあげようとカードタイプの封筒に商品券を入れてプレゼントしたんだけど家に帰ってカバンの中を見たら商品券が入ってるわけさあげってなってよくよく考えたら封筒に商品券を入れ忘れてこのままあげたわけさ翌日仲良しさんから「喜んでてありがとうね」と言われて「デじジ変な」だったってば「うわ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 いやもういやごめんごめんこれ入れるの忘れてた」ってあげた方がいいですよ。 そうです、ね、もうすぐちょっと変な考えしないでもうそあっという間に開けたほうがいいですよねだから俺もこれある,あるさ行っ,ったっけあのノーブレーキのアイムが、はい、わらば生まれたっつってからにはい、はい、ちょうど事務所にいたから「はいはい、あいやいっつって「y さ s s っつって「アイム悪い」っつってちゃんとお祝儀袋に「あはははおめお弁当やー」っあえっヒーさんマジっすか」「ははい、はい,もうい,いめっちゃありがとうございます」ははい、っつっえいや,いや金さんけ」はい、っつって「じゃあな」っつって本当にあにエレベーター降りてから。はい 下を降りてあもうそんなタイミングなのか車乗ろうしたらまたエレベーターを降りてムが走ってきてから「はい、イブさん中入ってない,っす <laughs> いやどうしようかなと思ったんですけど恥ずかしいどうしようかなと思ったんですけど <laughs> 一応行った方がいいかなと思って「<laughs> ありがとうな」い言ってくれて。<laughs> <laughs> あぶん歩もボケなんだろうなとか死にいしたとるんじゃないかと思いっきり突っ込まんといけんと思ってそっち選択したと思うんすけどよかったっすね本当に何で終わった前の代表マルんか小刻みが仕事終わったあとにちょっとギャラが低かったからかわいそうやさと思って「小遣いはあげようやさ」っつって封筒に一人ずつ「これ少ないけど一応お小遣いなん」っつってあげて中身入ってなかったんですよ。 少ないところの話じゃないですよ。だから、これ本当によ、<laughs> もう怖いな。ちゃんとよ。<れ>ちゃんとあげる、何回もこの光に透かしてからには。確かに中身確認して。して立派確認しないと。怖い、こんな考え。怖い、ないかなと、自分も怖いっすね。怖いよ。確か俺友達同士でもあるんですよ。うん、あの冠婚葬祭で。うん、噂で。 もう流れてくるんですよ。よ本人以外。あ、はいはいはい。やはり、一点年単位。ね、大爆笑しながら。<laughs> でも、僕ら素人じゃないですか。で、言わないんですよ。本人に伝わらないから、結局。あげたり、もしてないし。お前入ってなかったって,言っても言わないから。いや、これ、いつ。そうなんです。だから。言ったおや、これ変なアドで。かわいそうっすね。これ恥ずかしい。はい。じゃ、続きまして。長い。はい。えー、ヒープさん、ケイジャイさん、こんばんは。パラダイス銀歯です。はい。あの、す。 私の旦那が三歳の娘をトイレに連れて行った時個室がいっぱいだったからタッションさせたサーやーって<う>最悪漏らすよりいいだろうって大切な娘に何をさせているの <laughs> 男の人って個室に入ったら長いんですか、はあ人によるんじゃないですか僕は長いはしないですね僕もそんなにはしないですパッとやってパッと出るっていういや子供に男のよにしょんべんさせたんですねこれはすごいな 多分いなかったと思うんですけどでもあれっすね子供でも子供をこう便器に座らしたら何喋るかも分からないじゃないですかなあれトイレの子供デ大ジだよな小刻みのネタにあるやし,し <laughs> あれ最高のや俺も最高傑作だと思うんだよなゃゃ本当にモーリーがトイレに入ってて <laughs>、はい、サーネがそそ入ってきたわらばの役役してもう第一声「臭い,いな!」<laughs> なんか臭いな もう閉まってでしょ本当にそそのにんま言うからガんガン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 ガてガン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 しンガンガンガンかンガ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 ンっンガ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 ンってガン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 ガガガガガガ もう最悪ですよ。あ、なんかなんもやなんもやな図書館かや。そういう大好きなんですよ。番組本当に最高だよな。そうなんですよ。喋るからこのソワラしてもなんかあのさパパさッパって保育園の先生がさとか言い始めるからいやもう早くやれや。ずっと喋ってるな。そうなんですよ。すごいですよ個室はもう。はい。続きまして。はい。 見間違い、はい、え目白姫さん、はい、リビングの床にじいさまの卵らしきものを発見、うん、生ゴミの管理が甘かったかとショックを受けつつ夫に確認してもらったらプラスチックのかけらでした、うん、色といい大きさといい紛らわしいお二人の見間違いエピソードがあれば聞かせてくださいうーん見間違いかあの、はい、何回か言ってるかな道路のよ、はい、ポイントがあいんよ はい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 あります。赤とかはいはい要はこっちがな何かのこっちが工事しますよのああのね印なのかしらけどあれのよシルバーのがいいよ。シルバー。ポイントのシルバーがいいよ。あれがお金に見えるわけよ。やばいやばい。どう披露してからポイントやしこれでポイントたまポイントたまったようじゃないよやつって。ポイントや無関心だ。 どっちアニメも1円側か100円側なのちょっとね50円とかあんなっぽく見えるわけよ大きさ的になんかまず顔見しますよね絶対にお金かなみたいな確かにそういう見間違いお金系はよくありますねこのなんていうの床でもそうだし今あんまりないけど柱とかでもこのんていうかな木目があるさ木目あれねあの 木の節みたいなのがあ黒く丸くなってるし、はいはい、あ,あれがだから例えばゴキブリに見えたりとかはあるよねはいありますでよく見たら何かうわっこちょっと人の顔っぽくなってるしっていうあだんだんはい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 これがそう見えたらもうそれにしか見えなくなってもちょっとここが怖くなるっていう時になありますね夜とかふと気がつく時とかありますもんねなん こう開けたときにいつもの柱なのにたまたまそこにその黒い節が見えたらゴキブリっててなんかなる時あるよ体が反応する時とかもやっぱりありますんでそういえば今違いビあのびっくりした話思い出したつい昨日か昨日かえっとね稽古したんですよ夜で十時過ぎててももう結構ほ他の人いないんですよビルの中にそうですねでみんなま先降りてって俺はもう事務所に鍵閉めて一人で エレベターっって廊下も電気消すすすじゃないでか真暗よ今俺なんかって階段怖い話の稽古やってるんでああなるほどそう一生懸命やってるからちょっとまあ怖い話モードになってるんですよはいそうですね普通に俺いつも通り私も一4階なんでエレベーター乗って一階押して閉まってえん降りていくんですよ俺普通に携帯触ってたんですよでついてパッて開いてはって出ようとしたら真っ暗な中に女が立ってるんですよえっ ううってなってなりますよそれをしたら二階で止まっててああ二階のテナントの人が電気消して帰ろうしてるんですよ <laughs> これはやばい死にしかんでやばい <laughs> ううってなって。 ちょっとあっち行ってあごめんなさいねって言ってデイジライトな感じでああごめんなさいねって言って普通に乗ってきてでまたこの女の人何でか知らんけどあのなんかおばあたが買い物する時にこの引っ張ってあるコロコロみたいなのがあれもっちゃうんばいわれもっゃ立ってるから絶対人じゃねえしと思って珍しいですねあの辺で普通にああごめんなさいねって言っていや本当にさ残業ばっかりでも本当に貧乏暇なしよねってずっと喋ってるけど何も入ってこない待ってこれ本当に人かどうかみたいな これ人じゃないやろに、<laughs> いや結構リアル <laughs> <んか S 1> やしさ。幽霊こんなコロコロ悲観しなと思って。<laughs> 確かに。不思議な,思議なしかもちや。不思議な感じですねあの時間帯に。ねまあこのコロコロは。<laughs> あれなんだろうあそこの二階。さっきわけなんか知らんけど。<laughs> えー、はいはいはい。やばいやばいこれ本物の人じゃない方どうしようかなと思う勘違いされるのも嫌だからめっちゃ喋ってた可能性もあります。<laughs> なんか <laughs> <つ>。い続いて言ってんのみたいな。<laughs> 寝起きの方法はい。ギロワンシティさん、はい。寒くて出たくない布団から一度出れば比較的シャキッと目が覚める。冬とは違って、うん、夏は目覚めが悪くて嫌です。うん、朝起きてカッコ体を起こしても、もうあっと暑いし、水道水で顔を洗ってもカッコ朝七時ですでに、水道水は生暖かいしで、とろ、うんとしてなかなか目が覚めません。うん、ヒブさん、ケイジャーさんはどうですか？季節選ばず、朝の寝起きはバシッと起きれますか？いや、もう、あ、でもそうかな、俺も。 夏今はやっぱりこのエアコンは、はい、<laughs> 寝てしばらくしたら消える設定みたいなのにしてるんでマジかはい、はい、だからちょっと変な起き方ですね汗かいて起きるんか汗とかなんか暑いな<ー>気がついたら暑いなーで起きてる時はやっぱりあるんででも汗かいて起きた方がいいらしい 聞きますけどなんか嫌な起き方ではありますね俺の中でね涼しく起きたいというか気持ちよく起きたい僕はもう一応朝までっ自動にしててだ消えたりついたり自分でやってるんですけど,どにしてるんで、はい、もう割と快適に起きるんですけどもう起きたらまずもう腰編みを懸念するのでわ、はあ、かります、はいはい、足を膝立てて。はい 右にに振振るる左つって腰ほんでまた左足に右足を引っ掛けて倒す膝の方に足引っ掛けて倒すまた逆もやるほんで起きてあの四つん這いになって前行ったり後ろ行ったりして股関節動かしてから起きてます僕相当やばいじゃないですかあっでもこれやったらもう全然痛くないですよマジあっそうなんですねそのほがスムーズああ全然スムーズやるかやらんかでははい まあ、確かにそうかもしれないですね何かワンアクション入れないと俺も慌てて起きるのが多いんであああと起きてから朝一発すぐ風呂入ればもう大体皆さんにそうですね、うん、はい。 あ時間ですかはい、はいえー、このコーナーでは皆さんからトークテーマをメールで募集しています何を話すかを寄せられたつまみの中からルーレットで決定しますよ参加希望の方は懸命につまみ本文につまみの内容とご自身のエピソードを書いて番組まで送ってきてください以上「つまみをください」のコーナーでしたフリーのメッセージが来ておりますので読みたいと思います、はいえーヒープーさんケイジャージさんこんばんこああどうもありがとうございます。はい え仕事も落ち着いてきたので来月沖縄に行きますよお,<う>お二人にお会いできたらなって思いながら今からワクワク半分ドキドキ半分してます,いいで,す、ね、ではではということではいはい、はい、なるほどいやもう今の時期沖縄ももう暑いですけど楽しんでるしですね一応は9月かじゃああそうですね9月ぐらい,いやまだ暑いっすよ暑いっすねめちゃくちゃ暑いっすよあ,<ー>まあでも楽しんでいただけたらと思います、はい えー、笹くれ王子です、はい、最近ポッドキャストでダールバーを遡って聞いているんですがトークライブとか久米島とかのイベント楽しそうだったな<ー>また何かしらのイベントやってほしいこういうの行く人じゃないんですが今度会ったら速攻チケット取りますイベントの企画よろしくお願いします。 わすげえイベントの募集ですね今年はまたできたらいいですね久米島果ての浜に行ってすごかったっすねあれはプレモルを飲もうというただそれだけの企画なんですけど素晴らしかったですねもう本当に果ての浜行ってみんなでねプレモルで乾杯していい子はよくってでホテル戻ってバーベキューしながらプレモル茶飲みというね最高でしたね本当にめっちゃ最高でしたねあれは楽しかったですよまたできたらいいですねあトークライブもねやりたい。 ないんですよ。はい、なるほど。なんかあなたのね、はい、スーパーの人シリーズも割と溜まってきましたし。<laughs> 確かに、ね。やってもいいかなと思いますけど、はい、ちょっともなんかね、よかったら計画しますね。はい、ありがとうございます。えー、じゃあリクエスト曲いきたいと思います。はいはい、僕はあの春アットマーク沖縄中毒さんからいただいておりましもうこれはスーパーバンドで、えー、こういう時期にはもうこの方たちですね。 ああわかりました。文ジですか。もう男性女性混じってる感じですよ。あそうですね。じゃあもうわかりました。はい僕はですねビールジョゴンさんからのリクエストですね。はええ二人組。二人組。はいはいはい。基本芸人ですね。芸人？はい。大ヒット曲一曲いやいっぱいありますよ。基本が芸人。ああ。 はいはいはい、はい、分かりましたはい、はいはい、じゃあ,じゃ,あじゃんけん勝った方のかけますのでいきたいと思いますはいじゃあいきます最初はグー,グーじゃんけんパーあ負けたよし勝ちましたということで、えー、春アットマーク沖縄中毒さんからのリクエスト曲ですどうぞ はいということでわ、はい、かりますサザンオールスターズはい、ね、これ聞いたことない曲ですけどはいこれ「恋のブギウギナイト」っていう新曲らしいですね新曲か僕も聞いたことないんですけど「ダール・ワーのリクエストは何も制限ないので新しい曲もリクエストできるのがいいですね」うんえー、ですので今一番お気に入りのサザンオールスターズの「恋のブギウギナイト」を優しくお願いいたします、はい、テレビの連続ドラマのエンディング曲で「ビバ昭和っぽいメロディー」と桑田さんの声が最高にマッチする曲なのでぜひ ぜひともラジオから、はびらしてください。なるほど。え、前回も負けたので、どうか勝ってくださいということで。ああ<ー>、<や>勝ちました,よましたよ。本当、はい。はい、僕ビールー宮さんのリクエストわかります。 トンネルズさんじゃないはいそうですそうです、はい、ガラガラヘビがやってくるなんですけどあいいっすねこの人たち半端ねえは破天荒すぎだろう、うん、他の名曲も好きだけど誰もが知ってるこの歌を聞きたくなったなお二<ー>人さん愛子だけは勘弁願いますよとということあもうもう負けちゃいましたけどはい、はい、ということで、えー、じゃあまた来週もやります <laughs> ぜひリクエスト曲となぜその曲をかけてほしいかという理由やエピソードを添えてお送りください待ってます はいムフフのコーナーでございますよということではい、はい、今日も来ておりますね、えー、じゃあまずはビール上宮さんからいただきましたムフフはい、はい、女性が髪く,、うんえー、くびるってからゴムを口で噛んで髪くびってる姿にムフフ。うん あこれいいっすね。ーはーはーなるほど。ゴムになりたい。うなじや腕上げてるから脇散らなど無夫婦オンパレードやーということで。ゴムにはなりたくないです。こう <laughs> <laughs> ったら髪の毛しか見えないからね。確かによくありますね。あれでももうテレビでもよく見るシーンな感じするんで、<ー>もう必殺のなんか所作なんでしょうねあれなんか。あれはいいですね。あ逆もいいですけどね。髪を解くときも。 ああなるほどど、はい、あれもいいですけどねかなんか外国の映画の,このパロディ系はよくそういうのありませんね。みたいなスローでやって男がちょっと引かれるというパターンもいいですね。じゃあ続きましてマッツンさんからいただきました「無夫えー、先日ショッピングモールのこでのこと、はい、雑貨ショップにてセール商品を物色してると。 目線の先で低い位置にあるコスメをしゃがみ込んで手にしている女性がちらっと見るとプリッとしたお尻に何やら T の模様がとりあえず一周回り会計をしにレジへ行くと先ほどの中国人っぽいスレンダーなお姉さんは白いロングワンピースから白と黒のコントラストではっきりと透けて浮き上がる上下セットの黒いランジェリーがああ 会計を済ませて店内へさっそ々と出ていく後ろ姿はまさしくパリコレでしたねっていう形のブフフですよ。これマッツノさんはああさんだだい新婚やしがこれあそうなんですか。嫁と一緒にいる時じゃないの。<laughs> そうですね、まあ。よくこんなの送ってくるんだよね。<laughs> 嫁は聞いてないよ。大大丈夫やんば。<laughs> これ確かに、まあ、い,いいけど別にそうですね。まあ。 あっちこっち目行くんでしょうねやっぱり出かけると男の人はいやーでもうーんう白い,い,い白いワンピースに黒い下着ってことでしょ、はい、白と黒そうですね黒のっねはっけもう透けてるそうですね透けるんですよねこれ透けすぎだなはいはいはいもうわかりやすわかりやすすぎる,すすぎるちょっともうもうちょっとなんか。 逆隠してしてほいいですす何回も言いますけど確かにそうですね、うん、んあんまりこう堂々と見せられてもという感じで多いですよねアジアの人の付け具合俺何かテレビでも堂々とやってる感じしてあんまり気にする文化じゃないんじゃないのもしかしかもしれないですねもしかしたら日本人とかほらやっぱりね着、はい、物文化とかだとなんか、ね、か何枚も着るしなんかそういうのは。はい 見えたら恥ず,恥ずかしいみたいなところで育ってきてるからはい、はい、だからだからそういうのでがあるから隠してほしいっていうところがあるわけですよ。あ、うん、なるほどね。うん、でもやっぱこんなわかりやすい色でもそんなはっきりとやるんですねやっぱり白に黒という、ね。白まずまあ、白のワンピースはなかなか選ばないですよ。<laughs> 確かにロングワンピースあんまり見たこともないですね。<laughs> あ<ー> <laughs> そこに黒だったんですねやっぱ。はいはいはい。あ,<ー>まあ,ありがとうございます。そういう意味で、はい、あの。 白い水着とかもなんか白はやばいっすねやばいですよねやばいですねあれはちょっとお俺なんか投資できるようになったのかなって思う感じで、ね、<laughs> 勘違いこれ <laughs> これ薄く見えてるなっていう時何ないな <laughs> まあ多分影のね影響なんかあるかもしれないですけども <laughs> いや,いや白はやばいっていや来てる人はやばいっすよ,よく これ汚ってなりますよね。あのよっぽどですた。ちょっと厚めの白いジーパンとかでもあ,あ,あれを気をつけないとまあ透けることはないと思うけど、やっぱジパン使ったとか目立つさ。まあまあそうですよね。やっぱ影とか出ると。ねえ、買い物技能案であれ、俺が20代ぐらいの時だったんですけど、うん、女の人がもうビーチのほぼ真ん中で。 脱いだんですけど白のビキニなんですけど t、うん、バックなんですよいいびっくりしてこの脱いだ t シャツを下に置くときに、うん、もう俺後ろからなんて t バックなんで、もう完全にお尻こっち丸見せなんですよあれは驚きましたねこんな時代来たかと思ってましゃればなんか <laughs> これあの普通の、はい、な,なんなんなんていうのかな まあビキニでその普通のパンツみたいな形の白よりはまだティーバッグがいいあもうと堂々まだティーバッグの方が何て言うのかな普通に見れる普通に見れるまあ,あ,のあのパンツスタイルの方がなんかもう見えそうでなんかこっちがなんか落ち着かないっていうか「お前大丈夫かお前」っていう。 なるほど <laughs> 心がついていってないけどもう堂々としてないだろうお前みたいな何か感じすあや危うい危ういまだティーバックがいいなるほど<ー>もっと堂々としな、はいと、えー、じゃ続きましてなにわのくすま屋さんからいただきましたムフフビキニの上にシースルーの羽織物を前を開けて履いている清純そうな女子にムフフあこっちの方がいいしすね なるほどちょうど今あれですねえっと青春でシャイそうな女子が水気を履いているという安心感からしぐさが無防備にたまに両腕であ両腕を上げる仕草で脇脇が丸見えになった時にはチューチューラブリームニムニムラムラプリンプリンボロンヌル,ルルレロレロですったこれ先週したけこれ。 羽織物プラスビキニがムフフのポイントでですとということでああなるほどまあありますねそのビキニの上から何かしらこれは間違いなくいいなと思うんですけど青春、うん、っていうのは何をもってして青春って言ってるのかな <laughs> どういうどういうイメージですか青春ってそうな,なん書いてないまあ青春そうな女子っては書いてるんでなんかそんな感じなんですかね,なかね見た目のあれかあのー、あれかストレートヘアを真ん中から分けてる人か。<laughs> <laughs> そうなんかな <laughs> 分かんないですけど <laughs> 昔のあ南沙織さんか、まあ、清純どっちかっつったら、まあ、松田聖子さんとかあの辺になるんですかね清純松田聖子さん最初の方は清純でありますけど<う>後半も大人の女ですよねまあ,まあ確かにそうですね <laughs> 誰なんだろうな清純清純,清純派って言われてるの誰ですか全然出てこないない今でも昔でもも昔 昔の清純派ってってやっぱちょっと、どうしても、大きなお胸を想像してしまうんで。清純派?。僕、あの、可愛いなお子さんとかも。可愛いなお子さんは清純派ですかね?。清純派じゃないですか?。なんか、いますかね。あ誰のことかな清純派って。なん、なんだろな、な、清純ってなんね?。<laughs>

えー、フェイスブックのリール動画にムフフあ<ー>なるほど最近なぜかフェイスブックの動画のリールに女性が赤ちゃんに授乳する動画が,がああ見たことあるおっぱいをペロンと出して赤ちゃんに吸わせるまでの動画です先っちょもばっちりです、はい、ついいいねしたらどんどんあ上がった く上がってくるようになりました。フェイスブックのポリシーに違反しないのでしょうか。上がってきたら見ますよねということでえどういうことですか。お胸を出してあもう丸見えです。あマジっすか。で赤ちゃんが赤ちゃんに授乳している動画なんですよ。俺も最初びっくりして<ー>えこれ流していいばと思いながらあそうです。やっぱり本当にそういう。はい いろんな人なるほど今これが絵があります<だ>こんな感じですかあこれ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 <え>これ丸見えゃすこんなになこれまだ隠れてる方ですよもっと全開ですよええー。だからなんていうのかな赤ちゃんがおっぱいを吸うのはセーフだわけ、はい、映像として流すのは、はい、おじさんはダメだわけ <laughs>

不思議。これはエロではないという反応。まあまあ、確かに。俺、そうです。全然エロには見えないですね。ムフ,フフには。一人で見たら見えるから。なんか。いやこれ、すごいな。<ー>うん。 いやすごいですね。ちょっとラインが分からないですけど、はい、<え>ありがとうございます。うんはい、以上ですね、もこのコーナーは来週はですね、ユーチューバーのコーナーやります。<お>沖縄一のチューバーが誰かを追求するコーナーです。気が強い口が強いメンタルが鋼常人離れした肉体などを真の強さを追い求め、誰が沖縄一チューバーなのか勝ち抜き式で今月の頂点を決定します。<お>え現在の勝ち抜きはですね、うん、ラジオネームミーバイマルバイさんのあの歯布に噛まれたおじいがその を酒入りの瓶に詰めてから病院に行った話ですね。うん、順番が間違ってるおじいっていうで、ね。自分噛まれてるんですけどね。<laughs> ハブしにしてから病院に行くと。<laughs> そうですね。はい、ということで、えー、皆さんの身近なチューバーエピソード、待ってます。メロディアスな、出張。 あなたが今一番伝えたいことをヒープとケートケイジャージがメロディーに乗せて叫びます。日常にそむなぜどうしてや他人の行動になんか納得いかないことをこの機会にぶっちゃけたいことなど。皆さんの心の叫びを代弁します。8月の課題曲はシルビーバルタンのあなたのトリコです。ということで、うん。今流れてましたけどね。はい。じゃあ、行きましょうか。はい、えー。ペンネームアールスさんの作品。外が曇る。 ゲリラ豪雨ゲリラ豪雨私びしょぬれでしょうね最近天候が変ですね、うん、朝から昼前まではめっちゃ暑い、えー、すごい暑いのに、えー、昼以降から夕方頃にゲリラ豪雨がたくさん来ます、うんえー、外をおる時はそれが来るとびしょぬれになってやばいです、うん、あのー、内地が大変ですね、まあ、すごいみたいですね<あ>さっき俺も聞いたんですけどそうそうねしかものの急に降っても,ものすごく降って そうですよね、うん、水が速攻からもうどんどん出るぐらいの,い、ね、あのちょっと前まではあの沖縄がそうでしたけどね、はい、それが今内地があるっていうねう慣れてないでしょうねあれ本当に。 なんか日差しがやらぐっていうのもあるんですけど、中途、うん、半端に降ると、ムワってするんですね。そうなんですも。あれだから。ね、地面が冷えるまではフらんとダメだっけ？そうなんです。そこまで降ってほしいんですよ。<laughs> っバーッと降って地面が冷たくなるまで降ると涼しくなるんですけど。うん、そうなんですよ。<ー>もうこれがきついですね。はい。<laughs> えじゃあ続きましてビールジョークさんからいただきましたメロディアスの主張コーヒーの コーヒーのコーヒーのコーヒーのコーヒーかコーヒーさコーヒーさって言うんですかね先日コンビニでコーヒー注文したらコーヒーのコーヒーさコーヒーのコーヒーさ3回聞き直したよやコーヒーのコーヒーのコーヒーさでしただよなちゃんとしたうちなんちゅうやたん歯あるか歯あるか

で3回でよく聞け,聞けたなって思いますね,ね <laughs> すげえなこれ面白えな、はい、じゃ続きまして <laughs> <ー>ピュアナエスさんの作品「運転前は絶対に飲むな睡眠薬は絶対に飲むな」危危ない危ないいい怖い怖,い怖いスーパーで働いているさんねお客さんから「うちの旦那がそちらに買い物に行って帰ってきていないんですが駐車場見てきてくれますかナンバーは?」っつって電話があったわけ。そんな 店長ああ車ありますよ奥さん中にいるか確認お願いします睡眠薬を飲んで買い物に行っていて寝ていたらドア開けて起こしてくださいと言われて<え>店長が起こしていたんだけどこの旦那さん家で薬を飲んで寝てるのを起こされて買い物に来たってよ運転は大丈夫って言ってからに帰りよったけど車を持つ前は飲まんでくださいよああこれは危ないですねめっちゃ危ないですね睡眠薬 何か頭痛とかまあまあまあ、うん、かもしれないですけどいやいやこれはダメですよめっちゃ危ないしかもそんな電話しますなんか死に心配になったからテンパってんのか分からないですいや多分そうじゃないですかなかなか帰ってこないからもしかして途中で居眠り運転して事故ってないかなと思ってそ,そうですよね,ね病院とかにも電話してスーパーに電話したんですかね危ない危ないめっちゃ危ないな本当これは気をつけましょうはい、えー、じゃあ続きまして トモブンさんから頂きましたメロディアスな主張。猛暑のせい、死にりる、脱いだ服、死にくさい。死ににりるですね。一、えー、日3回浴びる日もあるけど、ある日、傾いとかもしてきたからなのか、家帰って浴びようと T シャツ脱いだら、濡れたイングアカジャーしよったクーラーもしてないからな。 えー、猛暑ではなく原因それかなということでなるほど、うん、体の匂いね濡れたインゴある感じあのムワッとするなクーラーかけた方がいいってクーラーかけないんすよ <laughs> トーンもったいないっすっていうかそうなんすか、ね、いや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 ,やったい,い,いや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 本当に熱中症になりますから、ね、そうですよねこんな身はケチケチする身じゃないすそうなですよなんとある 急にボーとする時あるんでするるあんでけどエアコンて気持ちよすぎて天国やっさってたまにもう独り言言うぐらいなんで、うん、絶対エアコンした方がいいですよこれ熱中症になって体壊して入院とかしたりしたら余計人格になっすてますね逆に本当ですよやりますよこれはあと一個、はい、1個目白姫さんの作品、はい、YouTube の動画見てたらいつの間にか 日が暮れていたうわショート動画って止めどきが分からなくて気が付いたら外が真っ黒もうダメ人間。やってしまった。あるよね 夢中になるんですねやっぱりこれはだいたいなんかまあ、見るときもありますけどそんなに夢中にはならないんで僕もあんまり YouTube 見ないですね、うん、あの画面がちっちゃいんで携帯で見たら見づらいんですよ、はい、単純に、うんそうす。僕もテレビ派なんでね、うん、はい。はい、ということで以上になりますねえー、今週もありがとうございました来週もたくさんのメール待ってます以上メロディアスな視聴のコーナーでした エンディングです。はい、この番組では皆さんの参加待っています。宛先は d. B. 八六四アットマークアール沖縄ドットシーオードットジです。たくさん参加してください。はい、まああの今日メールにもありましたけど、はい、なんかこの久米島行ったりとか。あ、はいはいはい。やれたいですね。今年はね。 い,いイベントでしたね、あれ、確かに,にあ。あとは、まあ、トークライブもちょっとできたらいいかなと思います。トークライブも懐かしいっすね。まあ、二<の>、二、三年前ですからね、やったのね。そんなのありますか。そうですよ、だから、もう、そろそろ。こ喋りましたね、確かに。まあまあ、この間にも、何人スーパーの人が登場したかっていう。話なんで。<laughs> 確かに止まらないっすね、スーパーなんか。俺の、あの、行動範囲も、大体、バレてますけどね。もうど何時頃に行ってんの、スーパー、<え>なんで。 僕はもうほとんども夜なんですよ9時ぐらいかな夜の俺9時ぐらいに行ってもなかなかそんな人に巡り合わないんだけどな結構多いんですよもうほぼなんう人は少ないけどそういう人が多いから不思議な地域なんですかねあの辺は痛みだろ <laughs> みんなのですよみんなのスーパーです <laughs> おうちのところにはそんな人なかなかいないんで。<laughs> 絶対いますよ。ほんと絶対。今度行って探してみるわ。<laughs> ぜひぜひお願いしますはい、はい、ということで、また来週です。この時間のお相手はケージャージとヒンプーでした。ババイバイ